はい、おはようございます。2023年12月21日教授2024年度のオーディションが開催されています。場所はもちろん富士スピードウェイです。トラックは使わずに P2 を使っての、今日はビータの走行になるようです。初めてビータに乗る方もいらっしゃると思うので、これからインタビューの方もしていきたいと思います。どんなドライバーさんがいるのでしょうか。初参加の方たちもいらっしゃいますが、もちろん今まで教場カップに参戦して今年のシートを探す意味での、オーディションに参加している選手も数名いらっしゃいます。今回も海外からの参戦ドライバーが参加してくださいました。今年は韓国からなんとオーディションを受けにはるばる日本までやってきてくれたドライバーです。おはようございます。はじめまして、よろしくお願いします。お名前をお伺いしてもいいですか。岡田愛理です。はい、おいくつですか。22です。22歳ですよね。サーキット君やられてたんですよね。はい、レースは参戦したことはあるんですか。カートをずっとやってて。なるほど。ビータは初めて、乗る前の感想いかがですか。緊張します。緊張しますよね。はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。遠い感じ。そうですね。もう一枚かな。そうですね。シート合わせをしております。知ってる顔がいる。よろしくお願いします。おはようございます。私たちマイマイです。あ、マイマイ。確かに気づかなかった。ただ私最終戦で負けちゃったんで、マイマイじゃなくなっちゃったみたいなんですけど。そうです、マイマイです。あ、なんだ。あ、マイマイ継承者。安井さんです。マイマイと安井さん、はい、偽マイマイ。お見知りおきを。今年はあれですか、あのシート、来年のシートを探すっていう意味でのオーディション参加ですか。そうですね、そんな感じです。なるほど、楽しみにしてます。頑張ってください。おはようございます。はじめまして。お名前お伺いしてもいいですか。小林真央と申します。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんですよね、現役大学生なんですよね。はい、現役大学生です。レースの経験は今までは。レース自体はないんですけど、モータースポーツは、いろいろジムカーナーであったり、ダートトライアルであったり、あとフィギュアって学生だけがやってるそのモータースポーツみたいな。あれですよね、なんか駐車したり。そうです、なんか教習所のすごいやつみたいなやつですよね。はい、そうです。なるほど。でもそれはじゃあ大学に入ってからやられてるんですか。そうですね、大学に入って、で初めてモータースポーツしてっていう。今は3年生。今4年生なんですけど、来年また大学院進学するので、まだ現役大学生のまま。そうですね、じゃあ現役大学院生になるんですね。はい、そうです。楽しみにしてます。あ、ビータに乗るのは初めてですか。初めてです。なるほど、なるほど。じゃあ楽しみにしてます。頑張ってください。ありがとうございます。おはようございます。はじめまして。お名前お伺いしてもよろしいですか。中学1年生の松井沙羅です。聞きました。中学1年生ということは13歳。すごい。もうずっとカート何歳から。カートは、5歳ぐらいから乗ってます。じゃあドライバー歴は8年。はい、今回初めてのオーディション参加ということですけれども、はい、どんな経緯で教授を来てみようかなということになったんですか。教授カップのさんの、事務局さんからとちょっとお話をお話をいただいて、まあはい、させていただきました。なるほど、ありがとうございます。すごい、多分13歳って教授のオーディションというか、もう教授自体もう最年少です。ビータに乗るのも最年少。ビータに乗るの初めてですか。いや、ファストガレージさんの方で何回かレース。なるほど、経験済みということで、期待で大ですね。ということで、じゃあ注目してみてます。頑張ってください。ありがとうございます。おは
さん、はじめまして。お名前お伺いしてもいいですか？前田です。おいくつですか？28です。今回、京都のオーディションに参加してみようかなって、どういう経緯で？そうですね、一応カートでレース出たりとか、あとは N1 レースちょっとシーズン何とか出たので、ちょっとステップアップでどこまで挑戦できるかなと、それの一環で応募しました。はい、ありがとうございます。ビータに乗られるのは初めてですか？初めてです。練習したかったんですけど、あんまりいいところが。シート合わせもう終わりました？終わりました。初めて乗ってみたこう感触いかがですか？まあ、まだ運転はしてないと思うんですけど。そうです。頑張ってください。楽しみにしてます。初めてシートを合わせるドライバーさんたちがほとんどなので、メカニックの方たちはその場で、彼女たちに合うシートを作ってできています。午前中はこうやって車に慣れるために走行を繰り返していきます。午後は、場所を変わってショートコースの方に移動して、オーディションの続きを進めていきます。この辺はお茶の子さいさいですかね？いや、そんなことないです。本当に基本のトレーニングなんで、しっかりなんていうんだろう、ブレーキのリリースとか意識できて、すごいいい練習です。お疲れ様でした。1回目の走行走ってみていかがでしたか？そうですね、やっぱり初めて乗る車なのでだいぶ緊張したんですけど、なんとなくその1回目の走行でシフトの感じとか確かめられたので、はい、良かったなと思います。ありがとうございます。はじめまして、おはようございます。よろしくお願いします。もう1回目の走行走られましたか？走りました。あ、お名前お伺いしてもいいですか？ありがとうございます。お願いします。オーディション参加されたのも初めて？初めてです。ビータ乗られたのは初めてです。どうでしたか？いや、難しいですね。やっぱりいつも走行してるのは左シフトっていうのもあって、右が全然慣れなくて、でもとりあえず最初の走行でビータの走行感覚を使わせて、ここから出て行って、ここでフルブレーキを意識してください。で、まあ
シフトはいいです。この時終わった後にセカンドに入れてまたブーッてきて、車はまっすぐ走るのが得意、まっすぐがたくさん来るとブレーキをしっかり止めます。2回目の講義を終えての走行を第1グループが終わったところです。これから第2グループが走りに行きます。いかがですか？寒いです。今年のドライバーさんたち去年に比べてどんな感じですか？元気がいいです。元気がいいですか？それはよかった。今回はなんと韓国からこのオーディションに参加してくださったドライバーの方がいらっしゃって、ちょっと話を伺ってみようかなと思います。はじめまして。はじめまして。そう、お名前をお伺いしてもいいですか？ハン・ミョンヒーみたいな。ハンさん、ハン・ミョンヒーです。ありがとうございます。韓国ではどのようなレースというか、そのモータースポーツに関わっているお仕事をされているんですか？韓国で원메이크경기に나갔습니다。今回この日本の違う国の教授カップのオーディションを受けてみようと思ったきっかけは何だったんですか？저희팀이이제드림레이서라는팀인데저희팀단장님이일본을굉장히자주방문을하세요。방문하셨다가우연히교조컵이있다는거를아시고저한테이제추천을해주셨습니다。교조컵그유튜브とかでも見たことありますか？네그이교오디션에참가하기로결정하고유튜브에서많이찾아봤습니다。今回ビーターに乗ったのは初めてということだったんですけれども、どんな印象でしたか？제가예전에카트도조금탔었는데카트처럼정말재밌습니다。今後もし日本でそのモータースポーツ活動をしていくとしたら、どんなレーサーになりたいですか？한국을대표하는드라이버라고생각을하고이제일본의다른드라이버한테도많이배워서성장할수있었으면좋겠습니다。これからもぜひよろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございました。